マイナビニュースをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。井頭まなみです。そうですね、本当に今年はいろんな新しいことに挑戦させていただいて、すごく去年の自分をちょっとでも越せたというか、成長できたんじゃないかなっていう1年でした。なんですかね、やっぱりそのミュージカルに立つっていうのは小さい時からの目標でもあったので、何でしょう、もちろんたくさん壁はありましたけれども、まあ、一つ終えれたこと の、 自信と達成感にもつながりましたし、何ですかね、やっぱりお芝居がより好きになった1年でもあったかなというふうにすごく思います。そうですね、本当に何でしょう、皆さん の、 お芝居だったり、そのミュージカル の、 お歌だったりとか、なんか本当に間近でたくさん学ばせていただけましたし、それこそ私が不安な時に皆さんすごく助けてくださって、なんですかね、もちろん役的にも本当にたくさんの方から愛されている薫という役を演じれて、漫画原作の方にすごく寄せていきたいっていう演出の小池先生から の、 ご指導があったので、毎日こう漫画を読みながらアニメを見ながら日々役作り研究していたのはすごく幸せな3ヶ月間だったなっていうふうに思います。毎日こうお芝居する機会がそこまでなかったので、やっぱ映像とかだとこう1週間に何回かっていう撮影なので、こう毎日こう役と向き合うっていうのが本当に楽しかったですね。そうですね、まあ、彼女の持っている芯の強さだったりとか、こう揺るがない信念みたいなもの、こう心で何ですかね、こういつも大切にしている格、いつも大切にしているものだったりとか、そういう細かい感情をすごく読み解いていって、あとその漫画で出てくるセリフをそのまま舞台で再現していることが多かったので、その時の表情だったりとか、どういう思いだったかっていうのを稽古場にも漫画をこう持っていったりしてこう見比べながら、自分だったらどう体現しようかっていうのをすごく考えながら、はい、演じてました。そうですね、来年も新たないろんなことに怖がらずにチャレンジして、また新しい井頭まなみをお見せできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。